ゴンちゃん、お疲れ様です。そうです。じゃあ今日のゴンダン、いつもとちょっと経路を変えてというふうに伺ってますが、この選手と対談したら絶対経路は変わるだろうなっていう人を今日は用意しました。なるほど。早速ですが、はい、今回どなたと、今回は、横浜 FC の高橋秀人選手に来てもらいます。キーパーじゃないねそうなんですけど、僕ヒデト選手とは付き合いが非常に長くて、もう10年以上多分一緒に、10年ぐらいかトータル一緒にプレーしてるんですね。 FC 東京でも長くやってたし、サガン鳥栖でも一緒にプレーしてて、でヒデト選手は本当にそのゴールキーパーに対して厳しいんですよ。ただゴールキーパーのことを一番理解してくれる選手なんですね。だそういうのもあって、ちょっとヒデト選手からこう どういうゴールキーパーが好みなのかとか、どういうことを求めてるのかとか、そういうのはちょっと聞いてみたいなと思います。なるほど、楽しみです。注目してる、まあ、若手でもまあベテランでもいいんだけど、ゴールキーパーって誰かいる？湘南ベルマーレの谷選手とか、うん、あとはあのオリンピックでは出番なかったけど大迫選手。もともとさ、ゴンちゃんとはこういう話しててさ、うんね、海外に日本人選手が行かなきゃダメとか、うん、あのその J リーグのレベルが低いとか、そういう話ではなくて、ゴンダン、今回は、ゴンダンに高橋秀人選手に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。高橋秀人選手は、まあ、ゴールキーパーじゃないんですけど、選手会の会長ということもあり、まあ、あと僕自身が多分ね、一番長く一緒にやってる選手な気もするので、しかもゴールキーパーに抽象的じゃなくて、ちゃんとゴールキーパーに、いや、もっとこうしてくれって言える数少ない選手なので、基本フィールドの選手には出てもらわないんですが、ちょっと今回は出てもらうので特別編だね。うん、ありがたい、ありがたいということで、あのいろいろちょっとヒデト選手ならではのゴールキーパーに対する見解とかをちょっといろいろ教えてもらえたらなと思うので、お願いします。はい、じゃあ早速なんですが、はい、ヒデト選手にとっていいゴールキーパーとは？僕にとっていいゴールキーパーは、その味方選手と連携をして、確実に相手にゴールを奪わせない守備ができるゴールキーパーが好きです。僕がすごいこうヒデト選手と一緒にプレーしてて、とても印象的なのは、なんて言うんだろう。お互いの責任をちゃんと持ち合えるところ。で、要は、今のは止めてよと。逆に、いや、そこはごめん、俺が行けばよかったっていうところが、こう、生ぬるい感じじゃなくて、ちゃんと本音で言い合えるのは、ヒデトだなってイメージがあるんだけど、それはどう？こう、やってて、やっぱ大事にしてるところ。まあ、もともとヒデト選手はそのコミュニケーション取るのとかすごい僕は上手いなと思ってて、ゴールキーパーとのそのコミュニケーションというのもすごいやっぱ大事にはしてますか？そうですね。失点するのも、チームが勝つ負けるのも、誰か一人の責任じゃないので、例えば相手がミドルシュートを打つときに、自分が本当に捨て身でブロックに行くのか、コースをどちらかが宮川なのか、または自分の股を通されない守備をして、そこを切ってる方とは逆に行ったときは、キーパーお願いねってするのか、自分はここ切ってるから逆にゴールキーパーボンちゃんそっちは頼むねっていう、その責任とか役割の、まあ、明確化を普段の練習からすり合わせる部分と、まあ、あとはその対人がやるので、ロボットじゃないので、あいつならここまで寄せたら守ってくれるだろうっていう、その信頼関係を結ぶのが大事だなと思っています。そうで、俺これすごい聞きたかったんだけど、今ちょうど横浜 FC、 わかんない、これチームのことだからまあ答えにくいとこあるかもしれないんだけど、うん、やっぱこう新しくゴールキーパーがこの夏シーズンの真ん中に入ってくる、うん、しかもそれが外国人選手、要は日本語が完璧には喋れないでしょ、なんか見てた、うん、多少のワードは喋れてる感じはするんだけど、なんかそういうところってやっぱりこう難しさがあるのか、それともこうあのゴールキーパーの選手、僕それ能力は高いなっていうふうに見てて思ってて、う
ただそのやっぱヒデトがこう求める、ヒデト選手が求めるそのコミュニケーションを取って一緒に守るっていうところとかっていうのはやっぱこうね、シーズンの途中だからキャンプから、ね、うん、うまくコミュニケーション取っていったらなかなかできない状況じゃない、うん、だった時はやっぱどういうふうにこうスピード感を持って、しかも、ね、横浜 FC もうちもそうだけど本当ここから負けられない戦いがずっと続く中でっていう、こう痺れる状況の中でどういうふうにこう工夫してやってるのかなっていうのはすごい気になってるんだけど。そうだね、まず一つはあのブロって僕たちは呼んでるんだけど、彼自体がその日本に馴染もうとするあのスピード感がめちゃめちゃ速くて、もともと日本のことが小さい頃から好きだったらしくて、日本語ね片言だけどめちゃめちゃ覚えようとするんだよね。だいいぞいいぞとか右とかあの寄せろとか、あの本当になんだろうな、ゴールキーパーとしてディフェンダーに要求する最低限の用語を喋れるから、それに対してあここまでこう日本に溶け込もうと、僕たちに溶け込もうとしてるんだったら、なんだろうな、分け隔てなく自分も要求できるっていう関係はすぐに結べたから、キャンプはしてないけど、もう全然、なんだろうな、やりにくさとか全くないし、っていうのは一つある。まあ、あとは純粋に、能力がめちゃめちゃ高いから、止めてくれるなっていうのがあるから、こっちがこう、もちろん気使って、こう、縦のシュートコース切って、ファーサイドにこう蹴らせて、それを止めてほしいとかいろいろあるんだけど、そういうの考えなくても、普通に止めてくれるから、全然気使うことなく、溶け込めて、やりやすく今は感じてます。まあ、だから試合もね、これだけこうすぐ出てるっていうのは、やっぱそういうところは絶対大事だよね。いや、俺も移籍もしてきたし、でポルトガルには逆に夏に移籍、日本の夏、要はシーズンの真ん中で、向こうの冬だからシーズンの真ん中で移籍したこともあるけど、やっぱりコミュニケーションをすぐ取って、そこですぐ順応するってすごい難しいことだと思うのね、俺も。特にキーパーが。で、それを、こう横浜 FC 見てると、試合の中でもそのやっぱコミュニケーションとかをしっかり取りながら、やっぱできてるなっていうのはすごい見ててやっぱ感じるから。なんかそのエネルギーの使い方っていうか、うん、で自分がビッグセーブさえすればいいとか、なんだろうな、自分に集中しちゃえば、あまりこう、味方の選手に、ね、右左って指示出したりとか、いいプレーしたことに対して、例えば、いいぞ、ヒデトって言わなくて、こう黙々とやるキーパーのタイプもいると思うんだよね。それはそれで、立派なタイプだと思うんだけど、それを両方追い求めようとする、選手だからこそ僕自身も好きだし、まあ、ゴンちゃんとかもそういうタイプっていうか、こう、もちろん人にも要求するけど、ここのエリアは自分が絶対に守る。もし、ディフェンダーが仮にね、全然タイトな守備をしなくて、簡単にシュート打たせちゃっても、いや、俺全然大丈夫で止めるからっていう、そのなんか両立の仕方がうまいなとは思う。今のは、ね、本当に、これ結構ね、本当ゴールキーパー同士の対談が多いから、ディフェンスの人がどう見てるかとか、うん、フィールドの人がどう見てるかっていうのはね、あんまりないから、すごい貴重で多分これ見てる人も面白いと思うんだけど、逆にじゃあヒデト選手が、こうじゃあいろいろ、もっと日本のゴールキーパーこういう風になってたらいいのになみたいなとか。日本のゴールキーパー、そう。まあそれはなんていうの、ちょっとまあ、ざっくりだけど、こう、例えば、もっと堂々としてもいいんじゃないかとかさ、なんかやっぱこう、なんかこう、ヒデトはね、じゃあ海外のサッカーも好きだから見に行ったりするじゃん。で、あんまりそのキーパーに着目しないかもしれないけど、こうなんか、そういうのでなんか思うとこある。まあ多分前回の、ゴールキーパーの、対談、周拓君だか、中村健吾さんとの対談で、どちらかがゴンちゃんを評価したときに、こう、堅実とか、こう、相手がいいシュートなんだけど、いいシュートに見せないみたいなことを言ってたと思うんだけど、それが海外の方が、海外の選手のゴールキーパーの方がうまいというか、こう、相手選手からするといいシュート打ったのに、なんかこう、パンチングじゃなくて、スッてキャッチにまで持ってって、あたかも結構打った選手からすればいいシュートだったのに、何事もなかったかのような、はい、次プレー切り替えてスローイングしますみたいなのは、海外の選手、というか、あ、それ止めるのっていうセーブとかも海外の方が多いし、そのビッグセーブもあるんだけど、
ビッグセーブをビッグセーブに見せない能力みたいなのも、やっぱりレベルは、全然日本人選手のゴールキーパーの能力が低いとかじゃなくて、純粋に海外のゴールキーパーのコーチだったり、選手は、その能力はすごいなと思っちゃうところはありますかね。俺だ、こんななんか、ヒレトになんつうの、ゴールキーパーのことどう思ってんのって、まじまじと聞いたの初めてだからさ。そうだっけ、話してなかったっけ。いやでもこんななんかさ、いや何がどう思うとか話とかあんまない気がするから、ね、結構新鮮。でもタイプはいろいろあるよね。最初に言ったように本当に自分にフォーカスして、あまりこう人にこう指示とか出さない黙々とやるキーパーのタイプもやっぱり海外にはいると思うし、とは思うよね。うん。今じゃあこう J1、J2、J3、これ今ワンゴールキーパーって J リーグの全部のカテゴリーをこう網羅しようっていうことで、ね、選手会に協力してもらってやってるんだけど、ヒレト的に、これも本当にもう、一選手というか、一サッカー好きの高橋ヒレトとして、注目してる、まあ若手でもまあベテランでもいいんだけど、ゴールキーパーって誰かいる？まあもともとさ、ゴンちゃんとはこういう話しててさ、海外に日本人選手が行かなきゃダメとか、その J リーグのレベルが低いとかそういう話ではなくて、やっぱりより、ね、パンチ力のあるシュートをやっぱり純粋に受けてみたいからゴンちゃんは海外に行ったとか、海外でしかこう味わえない経験があるって言って海外に行って戻ってきて、今 J リーグですごい活躍したりとかしてる中で、やっぱり日本人のキーパーに海外に行ってほしいなっていうのは個人的に思ってて、そういう意味では湘南ベルマーレの谷選手、うんとか、あとは、オリンピックでは出番なかったけど、大迫選手。うんうん、大迫選手は、もともと、出だした時から身長高くて、スケール大きいなと思ってたから、うん、そういう、なんだろうな、選手が、海外に行ってどこまでやれるのかっていうのは、一サッカーファンとして、すごい、こう、興味は、ね、その体格的には、ね、こう、身長大きくて、筋肉もがっちりしてるし、キックも飛ぶし、まあ、元気強いしっていうところで見てみたいなっていうところと、谷選手は身長もそんなにね、大きくない中で、海外で活躍するところを見てみたいなっていう、こう、ちょっとこう憧れ的な部分があるかな。ちなみに、谷くんのが大きいんだよ。あ、そうなの？あれね、だから多分本当、それね、俺も、最初はずっと大迫選手の方が大きいと思ったの。うん、クロス出るしさ、落ち着いてるしさ、バッチリしてる感じ、うん。でも身長自体は谷選手の方が大きくて、だ本当俺も大迫選手は結構注目してて、やっぱ今回しかも悔しい思いしてるじゃん。うん、で、やっぱそれをこっからね、この前リーグ戦とか見せても本当に強い気持ち持ってやってたし、俺も頑張ってほしいなと思うんだけど、その大迫選手のその大きく見せるっていうところは、本当に俺は大迫選手はこれから楽しみだなって俺も思ってるんだけど、そう、実はそうなんだよ。大迫選手の方が大きい。それで。そうなんだ。なんか、立ち姿とか、セービングの仕方とか、わかんない。その、きめ細かさがあるから、大きく見せないような形なのかもわかんないけど。それはでも今のはね、多分、結構思ってる人多いと思うし、うんうん、クロスも大迫選手めちゃくちゃ出るじゃん。うんうん、もうすごいチャレンジするから、それはね、俺もずっと思ってて。でも実際だったら、あれ谷くんの方が大きいなって。うんうんうん、っていうのがあったら。で、ちょっとこれは分かんない。ちょっと横浜 FC だし、ちょっと僕が個人的にすごい気になるんだけど、うん、やっぱ、南さんの話をちょっと聞きたくて。うん、ゆうたさん、うんうん、南さん、まあ、今回ね、大宮アルディジャに移籍して、しかも移籍してしっかり試合も出てるんだけど、うん、やっぱりこう、まあ、どうだったって聞き方がいいのか分かんないんだけど、やっぱ、こう、うん、僕も何回か話してみて、うんうん、緊急出場した時のその準備のところの話とかを聞いてて、あ、この人って本当にすごいんだろうなって勝手にすごい思ってるんだけど、うん、実際こう一緒にやってて南雄太選手っていうのはどういう風なこうプラスをチームに与える選手だったのかなっていうのをちょっとヒデトに聞いてみたくて、まずはそのプロのサッカー選手として横浜市のチームの中では一番プロフェッショナルというか、一番早く練習場に来て一番遅く終わるっていう、その典型的な、その、プロがね、クラブハウス来て過ごす理想の生活の仕方というか、一番最初にクラブハウス来て、まず暖かいお風呂に
入って、で、トレーナーとちょっとストレッチしてから、自分の、エクササイズとかストレッチとか、筋トレとかして、で、練習も一番、激しくというか、ゴールキーパーの練習でも、ね、なんだろうな、4、5人いる中で、自分が一番、まずゴールキーパーコーチの与えられるメニューを一番最初にこう先頭で率先してやって、背中でも見せて、で、練習中も、例えばこう自分に対してこう自分がボール取られそうな時も来です左から敵来てるぞっていうそういう指示も与えてくれるし、練習が終わった後も10分15分黙々とクールダウンでジョギングして、でキックの練習とかもして、でシャワー浴びる前に膝下をアイシングボックスっていう冷たい氷水に入れて本を読んで、ちょっとこうリラックスさせてからお風呂に入って汗流して交代浴をして、でクラブハウスで出る食事をとって、でトレーナーにマッサージを受けてっていうこともね、本当にねクールダウンにかけるところとかもすごいよ。やっぱヒルトが言うってすごいね。ヒルトがすごいって言うってすごいなって俺思ってたけど、ここまでこうゆっくり体に負担をかけないようにこう整えるって、あ、こういうことなのかなと思った。まあ、あとは、その、パーソナリティ的な部分で、その、若手からベテラン選手まで、すごい、横浜FCは、いろんな年齢幅があるチームなんだけど、本当に若手とも、ザックバランに話すし、年長者の上の方とも、ザックバランに話すから、みんなのなんか、心の拠り所っていうか、ね、たわいもない、ね、お前、こう、車買ったじゃんって、こう、人の、なんだ、髪の毛切ったとか、そういう人の気づきにも敏感にこう察知して会話のネタにしてくれたから、俺も移籍して一番最初に話しかけてくれたのがユータさんで、誰々知ってるでしょうと、仲いいでしょうみたいな形でこう入りやすい雰囲気を作ってくれたのはユータさんかなと思う。まあ、あとは、こうなんだろうな、結構こういろんなディスカッションもできたから、結構本気でユータさんに、なんかユータさんそれは俺こう思うんですけどって結構強く言っちゃっても、結構向こう、そのユータさんで熱を持って、いや、それはヒデがそうなんじゃないのっていう、こう、熱い、こう、ぶつけ合うことができるのはユータさんだったかなと。やっぱゴールキーパーとこう一緒にこう協力して守ろうっていう考えがすごいあるっていうふうな話なんだけど、でもやっぱそれっていうのは、いつ頃から、それこそじゃあ、高校時代、前哨時代からなのか、じゃあ大学時代、学芸大学時代からなのか、それともプロ入って、じゃあ FC 東京ね、入ったけど、それからなのか、どれぐらいの時からそうやって一緒に守ろうっていう意識が強くなったのかっていうのをちょっと聞いてみたいんだけど。ざっくりとは、その一緒に守ろうっていう観点は、大学の時からはあって、でまあね、高校サッカーってこうね、みんなで、こうみんなで守備してみんなで攻撃するっていうスローガンみたいなのはどこもあると思うんだけど、戦術的にどう協力してとか、あとはこう選手が自立してこう主体的にやっていこうとするのはやっぱり大学サッカーからだったと思うから、そこの答えはまあ大学サッカーからなのかなとも思うし、プロ入ってみて結構こうサッカー選手って個人っていうか、ま、抜かれたら自分のせいだし、こうやられたら誰かのせいってこう一応ねこう責任をこう追求していくっていうところはある意味プロでもあるんだけど、それってすごい大事で、ね、こうチャレンジがあるからカバーがある、カバーが担保されてるからチャレンジがあるっていうのは自分の中でこうサッカー感として持ってたんだけど、一気にこうねこうプロに入ってこれは誰のせい、これは誰のせいってこう明確にこう答えが出る世界に入っちゃって、そこに対して自分はなんかこう、いや、もっとみんなで協力してやれば、もっと勝率上がったりとかするのになぁとは思ってて。でもただその、両方結局大事で、自分の責任で、ここまでしっかり守る、もっと寄せ切る、シュート打たせないっていうところと、とはいうものの、寄せ切れなかったり、相手にスーパーな選手がいたりして、打たれてしまった時に、お前任せたなって言える仲間がいるのって、こう、どっちも大事だから、それはね、その、ゴンちゃんともサガンとして残留争いした時も、やっぱりこう、なんだろうな、どっちのせいとかもちろんあるんだけど、俺はこういう意識でやってたよっていう会話をディフェンダーとキーパーがすることで、
二人のその関係性も良くなるし、そもそも話すことで俺だってその次の試合に勝つためにやってるんだっていう、そのチームとしての熱とか方向性もうまくこう循環してくる気がするから、それはどっちも大事な要素だったかな。役割をちゃんとね与えるっていうところと、とはいうものの助け合うっていうところが大事なので、それはもともとは大学サッカーから話だし、でもね、プロに入ってプロのその責任の明確化っていうのも大事だし、それはすべてね、いろんなチーム状況とかいろんな監督さんとかいろんな選手がいる中でのいろんなバランスがあって、一つの答えっていうのはないんだけど、そもそもそのキーパーとディフェンスだけの関係じゃなくて、その組織、そのチームのいろんな選手がそのチームの、なんだろう、次に対しての勝ちとか、その次の試合対相手に対して勝つことはみんな目的とか目標は一緒だから、そこに対してのすり合わせはすごい大事だなと思いました。いや、これ今聞いてて、いや俺結構今とかエスパルスで言ってることって、俺ヒデトに感化されてやっ思ってること多いなってすげえ思った。あ、でもそれも、ね、サガン鳥栖で一緒にやらせてもらった時はそれが当たり前だし、それは俺も要求してきて、で逆にゴンちゃんがポルトガル行って海外に行ったら、その言語が伝わらないから、それだったら言語を伝えてどうこうするよりも、その状況で自分がゴールを守るしかないっていう方のベクトルに向けたわけじゃん、うん、またエスパルス J リーグに復帰して、まあもちろんポルトガル語であえてポルトガルに行ってポルトガル語を覚えて、その自分がゴールを守るっていうところもフォーカスするし、そのディフェンダーの選手と一緒に連携をして守るっていう、そのいろんなね、その置かれたチームの状況とか自分の立ち位置で、そのこのさじ加減ってすごいさ変わってくるじゃん。答えみたいなのはね絶対にないんだけど、うん、いやでもなんかその俺やっぱチャレンジ&カバーのチャレンジに行っていいよ、カバーしてあげるからとか、じゃあそこをやっぱディフェンスの選手に促すところとかはやっぱずっとね、なんか 今考えたらずっと話してきたとこじゃん。いや行っていいよ俺カバーするからとかさ、うん、それやっぱこう言うってことは責任も生じるしから、うん、だから大丈夫、打たしていいよそこ止めるからって、要はじゃあそれ打たしたのにさ止めれなかったらさ、いや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 ってなるじゃん、うん、ここはやっぱなんかこう、うん、まあ秀人とはいろいろ突き誓ってきたし、いろいろ話したし、いろんなことあったなって今すごい懐かしかったですっていう。懐かしいね。みんな言い分があってさ、こうね、鶏が先なのか卵が先なのかさ、こう水かけ論になっちゃうじゃん。じゃあ、ミドルシュート絶対に打たしたくないから、センターバックが、その、バイタルエリア割られちゃったところまで寄せてって、そこに自分が空けたスペースにスルーパスを通されて、やられたら、それも、なんでセンターバックが、その、スペース空けてスルーパス出されるのっていう評価になっちゃって、自分が、ね、失点の要因に加担しちゃったから、次の試合メンバーに外されちゃう。でもその外されちゃったり、ね、もしかしたら、ね、評論家とかファンサポーターの人がセンターバックが悪いとか、ボランチの選手がバイタルエリア開けたっていうのは、その人々がそういう目で見るのは、それはね、それぞれのサッカーさんだからいいんだけど、やっぱりね、失点したくないからこそリスクを冒して何かやったっていうところも、ね、大事っていうか見てほしいかなっていうのはあるよね。それが、見れるか、みんな、これ見てくれ、ちゃんと。ヒデトの感覚でみんなサッカーを見てくれ。ゴールキーパーのところにさ、オーバーするとさ、ビルドアップなんかしなくていいわけじゃん、ゴールキーパーが。まあね、究極言ったらそうよ。だけど今さ、そのゴールキックのルールが改正されてさ、なんだ、センターバックがペナルティエリアの中に入って、ゴールキーパーも一緒になってビルドアップして、相手のプレッシングをどうかいくぐっていくかっていう、あのルールにもなってるし、それに対してゴールキーパーが求められる能力ってすごいね、変わってきてるから、そこに対しては選手としては自分の成長のためとか、チームから求められてる戦術とか、相手が嫌がることを、まあ、すればいいんだけど、そこの両立のバランスって難しいなとも思うし、そこはいうものに失点しちゃったらさ、やっぱね、と思われる、うん、そこはね、すごい俺も難しいなって思いながら、でもやっぱり10人で攻撃するより11人で攻撃した方がいいっていうのは当然あるし、
でもじゃあその11人目っていうところの役割で、その11人目あくまで1人目ではないから、うん、その基本的には10人がしっかりそのビルドアップだったり攻撃をしてくれる、そのサポートをする役割、自分がこう自分がなんないようにしなきゃなっていうのはいつも思ってて、うん、だから困った時にこうサポートしてあげられる存在で、ゴールキーパーが後ろでいいよ、何かあったら下げていいよ、それをこうマイボールでまたつなぐからっていう感覚が俺の中ではそのゴールキーパーのビルドアップのところは大事にしてて、うん、なんかそこがこう分かんない、ビルドアップができる、だからやっぱ海外のゴールキーパーって日本ほど参加しないんだよ、うんうんうん、ビルドアップに、うん、そんなゴールキーパーがなんだハーフェライン近くまでこう高いところ取ってビルドアップ参加するってないし、うん、やっぱそういうのはこう、まあ、日本でそれが求められたら当然日本でやらなきゃいけないんだけど、ポルトガルで、ね、ビルドアップを求められてもそんなこと求められることはないし、うん、でもやっぱそれが、ね、どうしても日本では10人で崩せない、じゃあキーパーも入ってもっとビルドアップ参加してよっていうのがやっぱ、まあ、J リーグだから、そこはでも俺もモチベーション持ってやってるし、うん、逆にそれもできるようになったらもっと上手くなるかなと思って楽しみながらやってるけど、まあ難しいよねと思う。そうだね。いや、ゴンちゃん、お疲れ様でした、今日の対談も。いや、やっぱり、いや、盛りだくさんでしたね、とにかく。ちょっとね、喋りすぎるよね、この二人がやると。まあ、しょうがない。でもまあ、僕も、なんだろう、こんな面と向かってというか、直接キーパーについてどう思うのなんて、ヒデトに聞いたことなかったから、すごいなんか、ああ、そうやって思ってたんだっていうのは新鮮だったし、やっぱまあ、要求は高いね、いろいろ。ワンゴールキーパーに対しても。要求は高いなと思いました。でも、ゴンちゃんもいろんなその前段の選手とかとプレイしてると思うんだけど、やっぱり高橋選手っていうのはもう圧倒的にその言語化能力とか、なんかそのコミュニケーションの部分っていうのはやっぱり秀でてるって感じなんだよね、きっと。いや、多分今日の対談見てもらったら思うと思うんだけど、そのやっぱ、ゴールキーパーに要求する役割とか、その自分がこう担わなきゃいけない役割とかをちゃんと理解して、本当あの感じで普段もコミュニケーションを取り合えるから、だから分かりやすいよね。だからうちらも、あ、OK、OK、じゃあそれをやってくれるから俺らこれやればいいのよとか、そういうのがすごいこう整理しやすいし、で、あれでね、ヒデとはすごい厚さもあるから、クールにただ、こう当たり障りなくやるんじゃなくて、本当に怒るときは本当に怒るし、必要なときは本当にね、熱く話し合える選手だから、本当にここは信頼してる選手でしたね、ずっと。